どうも、はじめまして。革靴ジャーナリストの久住と申します。今回はですね、革靴とかと靴磨きに関する書籍についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、結構いろんなものが出てるんですね、世の中には。で、結構出てて、で、僕は全部を読んだことあるわけじゃないんですけれども、まあ僕が読んだことある中からですね、これは面白かったなとか、これはすごいためになったなみたいなものを3つ今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、よかったら参考にしてみてください。で、まずですね、まあ大体どの本読んでも、結構書いてあることは似てたりします、正直。ちょっと言い方悪いんですけどね、言い方はすごく悪いんですけど、結構どれ読んでも、例えば革靴のお手入れ方法とか、あとその革による磨き分けですね、スウェードだからこう、コードバンだからこうとか、あとその雨の日に濡れちゃった靴はどうしたらいいとかですね、あと道具、ブラシ、クリーナー、クリーム、ワックスとかですね。あと、表面磨きの入れ方とか。まあ、大体その辺はどれ見ても書いてあります。あと、あれですね、革靴との付け方みたいな。3足4足持ってて、ABC、ABC で、こう、ローテーションで履いてもらうといいですよとか。あと、本によってはですね、3万円台の、その、入門ブランドが紹介されているものだったりとか、まあ、世界の、その、革靴の有名なものですね。例えば、ジョン・ロブの、シティとか、フィリップとか、あとウィリアムとか、その辺が載ってたりとかっていうのがあったりとかですね。あと、靴の部位の名前とか、製法とか、あと、まあ、デザインの名前ですね。ストレートチップなのか、ブローグなのか、モンクストラップなのかっていう、こう、説明が書いてあったりとか、あと、リペアとかカスタムとか、まあ、その辺は結構、どれ見ても書いてあるわけですよ。はい。で、今お伝えした内容が、まあ、こう、網羅的に、すごくわかりやすく写真もいっぱい載ってて書かれているのが、この紳士靴の教科書っていう本ですね。ちょっと僕、今人様にお貸ししてて手元にないんですけれども、この本でございます。で、これはですね、写真が多めですごく読みやすいっていうところと、あと、まあ、先ほど申し上げた通り、そういう網羅的に幅広く書かれているので、まあ、あと初心者向けって言ったら、まあそうではないと思いますけれども、別に誰が読んでもいいと思いますけれども、なんかこうちょっと革靴に興味持った時に読むにはすごく読みやすい本かなという感じですね。これは僕初めて買った、まあこれは確かプレゼントでもらったんですけど、もらって、まあすごく勉強になった本でした。はい。っていうのが一つ目ですね。紳士靴の教科書。で、二つ目が、こちらですね。紳士靴完全バイブルっていう本で、これはですね、ちょっとだけ、履き心地とかフィッティングとか自分の足に対する内容が濃い、っていうところが特徴かなと思います。実際に自分の足を測ってみようっていうページがあったりとか、あと例えば足長とか、足位だけじゃなくて、例えばボールガースですね。ボールガースってその親指と小指の付け根の骨をの直線、そのボールガースから見た時の指の長さとか甲の高さとか、あとなんだかな、あとその足の傾きですね。なんか振りって言ったりしますけれども、まあそういったところを把握しましょうみたいな、話が書いてあるのがこの本です。もちろん先ほど申し上げた通り一通りの内容は書いてあるんですけれども、まあ、それの足に対するこう内容がちょっと濃いっていうところですね。で、こういう足の特徴を知ることで何がいいかっていうと、例えば百貨店とか行きますよね。で、いろんな靴見て、例えばこう正面から見た時にですね、センターラインの内側と外側で靴のバランスがどうなってるかとか、あとこう靴底の形を見てとかですね、なんかその辺で靴がその足に合うのか判断できるのかなと思った、そうではないんですよ。決してやっぱそうではなくて、じゃなくて履いた時にその自分の足のボールガースの位置がここで、この靴のボールガースの位置はだいたいこの辺で想定されているんだろうなっていうところが分かったりとかですね。あとなんとなく全体的にフィットしているかどうかっていうところでしか判断できなかった靴選びが、そういうなんか指標を持ってここは合ってそう、ここはまあまあ許容できるかなとかっていう、なんかその判断基準ができたっていうところがこの靴を読んで個人的にはすごく勉強になったところかなと思ってます。そう、やっぱね、履いてみないと分かんないので、まあちゃんと試着をしてみましょう。で、あと測ってもらいましょう、足をっていうところが、強く書かれている本ですね。はい、その辺が面白かったです。まああとは単純にその世界の靴が紹介されていたりとか、あ、そうですね、ジョン・ロブのフィリップとかウィリアムとか載ってますけれども、あと靴買うときには店員さんにそのどんなシーンで履く靴なのかとか、好みのデザインとか色をお伝えしましょうとか、あと予算をお伝えしましょうとか、まあその辺は割と当たり前かもしれないですけど、とか、あとちゃんと測ってもらいましょうとか、仕入れするときはこういうところをちゃんと意識しましょうとかですね、っていうことが書かれています。あとは、足の痛みでわかる靴の不適合度診断っていうコンテンツがあって、まあ、例えばどこがどう痛いっていうところが、書いてあって、そういう場合はここが問題ですよみたいなことが書いてあったりとかですね。まあ、とにかくその履き心地、フィッティングに関するところが濃い、本かなという感じです。はい。お手入れ方法とかももちろん書いてあります。っていうのが2冊目、紳士靴完全バイブルですね。
はい、で3冊目ですね、これは紳士物をたしなむっていう、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、服飾ジャーナリストの飯野孝弘さんの、本でございます。でこれはですね、先ほど最初に申し上げた内容がどの項目に対しても結構一歩踏み込んで濃く書かれているっていうところが特徴かなと思いますね。例えばですね、ちょっとファッションを絡めて書かれてあったりとか、あとその歴史的なところですね、もともとはこういうものだったけどこういう背景があってこういう使い方になりましたとか、なんかそういうところですね、うまくこうなんか分かりやすく例を用いて表現してくださっているのがこの本ですね。で、もちろん図とかも書いてあるんですけれども、こういう図とかねありますけれども、全体的に文字がすごく多くて内容としてはすごく濃い本かなと思いました。はい、なのですごく勉強になります。僕もこれ 2,3 回読みましたけど、全然頭に入ってないこともいっぱいあって、また読んでみようかなと思ってますけれども、かなり濃いですね。でちょっと面白かったのはですね、これ、世界の革靴を紹介しているところで、例えばイギリス靴はこういう特徴がありますとか、アメリカ靴はこう、イタリア靴はこうとかっていうのを紹介しているページがあって、そこでですね、産地で味が違うのはお酒と一緒ですみたいな、そのお酒とか、あと車とかファッションとか、そういったものと絡めてこう分かりやすく書いてくださってるっていうところがこの本のすごく魅力的なところですね。なんか読み物として単純に面白いというところがやっぱ飯野さんのすごいところだな。なんか僕が言うのはすごいおこがましいですけど、っていうところかなと思います。全体的に文字多め、内容濃いめっていうのがこの3冊目、紳士物をたしなむですね。はい、そんな感じでございます。あとは、なんかあれですね、その、磨き系の本とかもいっぱいありますし、あとラストっていう、紳士物に特化した雑誌ですね、とかがあったりとか、あと僕が今これ課題図書で2つ積読してあるのが、この靴作りの文化史、日本の靴と職人っていう本と、西洋靴のこと始め、日本人と靴の出会いっていう、この2冊なんですけど、稲川実さんの本で、全然これは進んでないんですけど、これをまた読んでいきたいなと思ってますけれども、はい、そんな感じでございます。で僕もね、ブログとか YouTube で情報発信させていただいてますけれども、情報ってやっぱ散らばるじゃないですか。探しにくかったりもするんで、やっぱこういう本買うとですね、一つ一冊の中にこう網羅的に全部入ってるっていうところが一つ勉強になるところかなと思ってます。別に必ずしも読まなきゃいけないもんではないと思いますけれども、興味を持っていただいた方はですね、ちょっと簡単な読みやすいところから、ちょっと濃いものまでいっぱいありますので、そういったところをこうお好みに合わせて選んでいただければいいのかなと思ってます。一応概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、そんな感じでございました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったら他の動画もご覧になってみてください。ありがとうございました。